プリングカップ2021も取ることができるのか見ていきましょう。わちゃわちゃピーポー VS 四高高血アヒル組の試合です。波動ファイト。さあお互い見合ってる状態。さあここからパラメーター見ていきましょう。両チームともに一緒ですね。はい、スケールが大きい D 選手と、はい、ルヒア選手ですかね。ルヒア選手、オチマル選手がスケール大きくて、あとはスピードが速い感じですね。さあ試合始まってまだ30秒経ってないですが、アヒル組がまず2点リードしてきました。はい、取りましたね。さあここからこの差を広げていきたいところ。さあなかなかアヒル組の青いシールドがなかなか割れないですね。そうですね。さあここでライフ1枚だった久保選手を抑えています。はい、ここでやはり食らいつくのがワチャワチャピーポーなんですよね。そうですよね。絶対このまま終わらせないっていう。シールド重ねるように張ってきましたが、ライフ1枚隙間ですね。右側の隙間を抜かれました。さあそしてここで追い越してきました。わちゃわちゃピーポー。さああと1点差、ここで取っていけるか。ヒル組逃げ切るのか。わちゃわちゃピーポーさらに追加点。さあしかしわちゃわちゃピーポーのライフが残り1枚の選手が2人いますね。はい、さあこれを捉えていきたい。取ってきた1点差。さあどうなる。1枚抜けるか。いや追加点を重ねてきたのはわちゃわちゃピーポー。5対3でわちゃわちゃ。点数のスコアが高い、ね、そうですね。アグレッシブな感じはしますよね。しますよね。はい、さあそれでは参りましょう。波動ファイト。さあパラメーターを少し、アヒル組が変えてきましたね。はい、おもちまる選手がスピードにを重視した感じですね。スケールを一つ、大きさを一つ落として、はい、スピードにしてきました。さあワチャチャピーポーの D 選手がライフ残り1枚。はい、すごい広いスペースを使って避けてますね。 D 選手。そうですね、1枚ですけど、プレイヤー、シールドプレイヤー、そしてアタッカーの2人が1箇所前に固まっているので、フィールドを広く使って、はい、そうですね、いい選手が避けるんですよ。さあ0対0のまま残り時間が30秒。さあヒル組最後の1枚、これを使って、はい、取れたらすごい大きいですね。さあしかし取ってきた。さあここの1点しし、ね、さあラスト20秒、お互いし、おーっと、おー、しかし2人ほぼ同時でしたね。同時でしたね。さあここでアヒル組は食らいつけるのか。まだやられない D 選手。いや恐ろしいですね。恐ろしいですね。さあさらに追加点。さあここで1点取り返してどうなる。さあ3対2、1点差でわちゃわちゃピーポー。